宮城3区です。立候補しているのは届け出順に自民党の前職西村明宏さん、立憲民主党の新人柳沢剛さんです。県内で唯一自民党と立憲民主党との一騎打ちとなった宮城3区、政治と金の問題を中心にそれぞれの陣営が激しく火花を散らしています。宮城3区は今回から太白区の秋内区が外れましたが、それでも県内で最も多い13の市と町が入ります。仙台市のベッドタウンとしての機能も果たす名取市や岩沼市などを抱える一方、農業の盛んな郡部もある多様な地域です。ありがとう。売れてますよ。今日は。一緒に。はい、一緒に。カメラマンさんも来てもらうぜ。なあ、言ってんの。せっかく村田たちたのに。自民党の前職、西村さん。大蔵大臣などを務めた故・三塚博さんの元秘書で、地盤を引き継ぎ2003年に衆院議員に初当選。これまで6期務めてきました。政治がすべきは国民の命と暮らしを守ることと訴え、環境大臣などの経験やインフラ整備の業績を強調。自治体のトップや議員の支援を受けて戦います。今から20数年前、私が立候補する前の頃、国道4号線いつも渋滞してませんでした。あれをずっと順番に克服して、今全然渋滞がほぼなくなってます。しかしそのベテランにも政治と金の逆風が吹きつけます。旧安倍派だった西村さんは政治資金収支報告書に554万円の不記載があったとして党の戒告処分を受けました。陣営は巻き返しを急ぎます。本当に気の毒なことだと思いますけれども、今回のこの問題に巻き込まれてしまったと、相手候補この宮城さん子をどうしていきたいのか、何が課題で皆さん何が困っているのか、そんなことを一つも聞いたことがありません。比例重複は認められず、背水の陣で挑む選挙戦。企業や団体を回り、組織票を固めていきます。私が初当選以来ずっとお金にきれいにしてきたというのは、昔からの先生方、応援していただける皆さん方、みんな知っております。検察から私に出てきて説明しろということは一回もないんです。皆さんの一声がこの日本の将来、県内の将来かかっているという思いで、私も全力を尽くします。おはようございます。あ、どうも、ありがとうございます。いつもありがとうございます。ありがとうございます。1500円のブドウ高いのね。庶民の私には1500円のブドウは高いわ。はい、ありがとうございます。いつもありがとうございます。これ名取の大根を、はいはいはい、秋田に持ってっていぶりがっこにしてまた名取に戻ってきてんの、これ。立憲民主党の新人柳沢さん、仙台放送のアナウンサーをおよそ30年務めたほか、名取市に長く住み、地元の少年野球チームの監督としても活動してきました。政治家を志したことはありませんでしたが、立憲民主党の要請を受けて出馬を決断。農業政策などに力を入れたいとする一方、選挙区を歩く中で手応えを感じているのは、政治と金の追求です。長期政権は腐る。やはり政権交代が当たり前に行われる世の中こそ正しい民主主義だと私は信じています。県内で唯一自民党と立憲民主党の一騎打ちとなり、党の幹部が次々に支援に入ります。石破さん、これ単なる不記載だって言ってますがね、不記載なら記載してください。
記載できる人が一体どこにいるんだ。裏金以外の何者でもない。一体どの面下げて立候補するんですか。本当に有権者を国民を舐めるのもいい加減にしろと。アナウンサーとして活躍した高い知名度を生かし、無党派層への浸透を図ります。相手は裏金議員、そしてこちらは民主党の政治のことは何も知らないと言われる柳沢剛新人です。裏金議員対新人の一騎打ち。37年間放送の世界で放送させていただきましたが、今度は皆さんの声を直接政界にぶつけさせていただきます。2人の候補者が争う宮城3区は人口減少が深刻です。有識者で作る人口戦略会議は、県内35市町村のうち19の市と町を消滅する可能性があると分析します。宮城3区は7つの市と町が該当し、中でも川崎町は県内でただ一つ最も厳しい区分に分類されました。それぞれの候補者は人口減少や少子化の対策をどう考えるのでしょうか。西村さんは政権を担う与党としての実績を強調し、さらに支援を手厚くするといいます。子ども政策の司令塔として子ども家庭庁を創設しました。昨年12月に 3.6 兆円という前例のない規模で子ども子育て支援の抜本的な強化策をまとめた加速化プラン、これに基づいて児童手当の抜本的な拡充、高等教育費の負担軽減、こうしたことに取り組んでまいります。柳沢さんは現場をくまなく歩き、安心して子どもを産み育てられる地域にと訴えます。3区歩いてて、3区の皆さん、山の中とか地方の皆さん、子供を産むときどこ来ると思います。自分の町で産んでると思います。名取岩沼に来てるんですよ。だって自分の町に分娩できるとこないって、そうしたら安心して住んでられないじゃないですか。そういったところからやっぱり少子化対策考えないと。